でも違う。違うんです。だから農家に、若い農家にもっとやっぱり勉強させなきゃいけないんです。これが私の結論なんです。だって今まで農家に勉強しろってあんまり言ってこなかったんです。なぜか。いい、お前はどうせ百姓の後を継ぐとだろうって。お前勉強なんかせんでいいって。お兄ちゃん勉強ができるとかって。お兄ちゃん勉強ができるけん大学に行って就職しなさいって。お前はもう頭が悪いけんお前が後を継げって。勉強しなかった方を農家にするっていう。逆だよ、逆。農家が一番頭がいいやつがやんなきゃいけない。農業が一番頭使うのよ。農業が一番レベルが高い。農業が一番頭を使って考えるクリエイティブな仕事なのよ。だから我々はいいか、これからの担い手はな、しっかり勉強しろよって厳しく指導しなきゃいけない。私はこれまでそうやってきました。ただいや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 、そんなに厳しくするとさ、本当に担い手いなくなっちゃいますよって。まあ確かにそうですよね。農業って本当はめちゃめちゃスキルの高いビジネスなんだよ。だけどそんな風に思われてないの。なんか知らないけど世の中では農家は下に見られてるの。だから農業したいですってひょろっとしたやつのアマちゃんが来るんですよ。お前には無理だって、ね、農業って難しいんだぞって。そこで僕が思ってるのは、よし、これからの担い手ってスキルの高い人たちに農業をやらせればいいんだって。だから担い手となる幅広い人材の対応っていうのが必要なんです。例えばもちろん既存の農業者で勉強しろよっていうのも大事です。だけど新規農業者、もしくはこれ企業の参入でもいいと思います。そして外国人の技能実習生にもすごい頭のいいやつがいます。はい。ただ農村社会には、僕が当時三軒隣に企業が参入してきた時にすごく嫌だった。なんか知らないやつがやってきた。まあこともあろうにそこと組んだんですけどね、最終的には。だけど最初はもうなんか変なやつが来たって、ああもう目も合わせんどこって、そんな風に未だ外部からの受け入れに難色を示す勢力っていうのもやっぱり地域にはあります。うん。ただこれ皆さんもご存知の通り、この企業が企業農地特例っていうのが、もうここで、まあ、可決されました。もちろんまだ全国展開はされません。ただ農業新聞では一般法人に期待してるっていうふうな記事も出ています。このように今大きく何かが変わろうとしています。いつまでたっても知らないやつを地域に入れるのを嫌いな人たちもいます。僕もそうでした。だけども いつまでもそんなこと言ってられません。だから当然今の既存の農業者にスキルを上げてもらう努力もしながら、新しい頭、力、スキルを持っている人たちを入れる、こういうのが僕は必要じゃないんだろうか。だから私はこれはありだと思っています。そこで今日皆さん方に、まあ私からの提案、もうおこがましいんですけども提案させていただくのが、今の農業者さんとこの違うスキルを持った人たちをやっぱどんどん交流させるんですよ。うん。で交流させることによって、この農業界の感覚だけではなくて他の業界の感覚をじゃんじゃん取り入れる。つまりこれからの担い手っていうのは、この農業スキルと経営スキルの両方を持ち合う。これを私は何て呼んでるかというと、ハイブリッド型の農家っていうふうに言ってるんです。このハイブリッド型の農家っていうのは、我々同様ものを作り出すスキルも必要ですけれども、今から先ほど出てきたマネジメント、マーケティング、いろんな鷹の目であったり、ウサギの耳であったり、そしてチーターの足であったり、そういったものが融合する、そういったハイブリッド農家がこれからの日本の担い手に、日本農業の担い手になってくれるんじゃないだろうか、もしくはそういうふうに導かなきゃいけないんじゃないだろうか、これが私の提案でございます。はい、いかがだったでしょうか。農美次会は半歩先行く農業者のオンラインコミュニティです。さあ皆さんもですね、一緒にこちらの農を耕していきませんか。私がやっているオンラインコミュニティ農美次会は、無料会員でもですね、なんと173本の有料動画が見放題になります。そして、月々1100円の農美次 VIP 会員にご登録いただくとですね、さらに過去の、農業ビジネススクールの有料動画、これがですね、なんと88本
18本見放題、つまり合計261本の動画が見放題になります。でその他ですね、月1回の脳ビジセミナー、そして月1回のオンラインライブ相談会も無料で参加いただきます。もちろん個別相談会もですね、初回は無料という特典もついております。さあ皆さんですね、一緒に私たちと脳を耕す、そして個別で勉強する、そういったね、半歩先行く農業者になるために、農ビジ会一緒に勉強しませんか。まだご登録いただいていない方はですね、こちらスマートフォンで農ビジで検索してください。さあこれからですね、一緒に農を耕していきましょう。